んでる今その IT 一生懸命やってる人たち、若者中心にその IT しっかりやってる人たちと、その IT 関係者ですね、 IT しっかりやってる人たちと、その自我との関係の何の意味が関係もない、同定なんかできる、ね、同じ人物であるなんて、そんな否定すらできる、分からん、全然分からん、無関係やろ、多分。だから不幸、だから不幸、だから不幸。自我と細胞が同じって言ったら、不幸ちゃうもん。全然不安もないし。自我と細胞が別人やから不安感じんねん、実は。これ仏教に書いてあるやろ、読んでへんやな。そうかとか全然読んでへんやろ。やる？信仰宗教には分からん。信仰型の宗教には分からん。信心仏教にしか分からんでしょ。信仰宗教も、じゃ信仰仏教には分からんでしょ。信仰宗教の名前ちゃうで。感じがちゃうからな。な？でしょ？じゃあ、キリスト教のその信仰で、ね、受肉って何？なんか怪しいな。受肉って吸血鬼宗教は？最近この顔、ちょっと悔いになってきた。ネオ君の影やな。関係ないやろ、ろくだと。関係ない。親戚やから。わかるやろ、ネオ氏見てわかるやんか。